チャオ、あっちゃんです。今日ね、Facebook で昔つながってた人からメッセージが来てね、最近あっちゃんの動画をよく見てくれてるらしいねんけども、辛そうやねって、しんどそうやねって、大丈夫かいって LINE、LINE じゃないわ、メッセージ、 Facebook のメッセージが来たんやけど、そこでね書いてくれとってんけど、人生ってねいろいろあるやろって、で辛い時もあるし苦しい時もあるって、それは俺もそうやっていろいろそんな経験してきたって、で許せへんやつだって一人二人もっといてるかってぐらいいてるやろって、俺もいてるって、で理不尽なこととかね、納得できへんこともいっぱいあるって、でも生きてたらいいことは絶対あんねんって、だから希望だけは捨てないでって、捨てたあかんでって、前向いて生きろって。あっちゃんは、あっちゃんらしく、あっちゃんね、Facebook は実名でやってて、男の子の頃からやってて、その頃、男の子っていうかね、もうまあ、女の子としてカミングアウトするかせえへんかっていう瀬戸際の時に、ね、まだだから世間にはカミングアウトしてないけど、Facebook では正直に心が女で生きてたのよ。でその頃に出会った人やねんけど、でだからね、その時その人と何度かやり取りをしたことあんねんけども、その人もその時結構辛かったみたいなよ。でそんなんで話を共有したりしてた人やねんけども、だから生きてたらいいことは絶対あるって、だから希望捨てたらあかんって、だから前向いて生きろって、ね、だから、そんな思い俺もしてきたから、あっちゃんにも幸せになってほしい、だから絶対に幸せになってって、一生懸命前向いて歩けよって。であっちゃんの過去は知らんのよ、その人。でも過去の車屋さんしてた頃のブログとか過去のこととかもブログを見て知ってる人やねんね。で要はレース協会でいろいろやってた頃、あの頃はすごい輝いてたって。でそれを知ってるっていうか、実際は知らんねんけども、記事で見てて知ってるって。だからその頃を取り戻せとは言わへんけど、その頃を超える幸せをつかみ取れって。 YouTube やってるやろって、絶対に悪い時ばっかりじゃないって、今から伸びるよって、伸ばしたらええやんかって、自分が伸びると信じてやっていきって、そんなアドバイスくれてね、ちょっとこううるうるっとしてんけども、やっぱりね、目の前にある辛いことを見るんじゃなく、将来幸せになるよって決めて前向いて歩いていかなあかんねんなって再確認させてもらった。あっちゃんはみんなに言ってるし、どうしてもあっちゃんはどうやって頑張って生きてたつもりが、やっぱりね、瞑想してるところもある。でやっぱりね、コロナ禍でこの2年ちょい収益下がって、前も見えへん、真っ暗闇に入ってて本当に不安なんよ、正直ね。で再生数も一時期のこと思ったら減ってる、さらに収益率も減ってる、収益は減ってる、でも景気がね、景気が悪い、はい、収入の景気は悪いけど支出の方は増えていく。で物価高になったりね、やっぱいるお金も増えてきて、でさらにね、今後いろいろとこれから使うこともいっぱい出てきてね、今本当に目の前がね見えへん状態なのよ、正直。でもそんなもんじゃなく、希望だけは捨てずに前向いて歩いていかなあかんよって、気づかれちゃってたねと思ってね。結構あっちゃんフェイ、なんていうのかな、ポーカーフェイスで生きてるつもりやねんけどねでもやっぱり本当に辛い目してるよなって言われたまあね、昔ね、ちょっとフェイスブック、あっちゃんフェイスブックやってた頃は本当に仕事、ミキちゃんなくして仕事辞めて一番辛い時にフェイスブックやったから泣き言ばっかり言ってたんよね。その頃にいろんな人に励まされてきた。あっちゃんとね、本当にフェイスブックでしか知り合ったことのない、声も聞いたこともない相手ばっかりやねんけども、一応フェイスブック実名で、顔出しの人が多かったから、その人たちと交流して、お兄さんお姉さん
でね、結構ね、Facebook あっちゃうより年上の人が多くて、お兄さんお姉さんたちにこう励まされてきてたのよ。でやっぱりちょっとお兄さんでお金はないけど、いつもポジティブに楽しいお兄さんで、ね、ちょっとね、あっちゃんから言うとね、オイランのね、あのゲームやってたやんか、朝日のあれの、何やったっけ、名前忘れちゃった、春菊さんちゃうわ、あのお姉さん、オイランのお姉さんね、あの上の人ね、みたいなタイプ、ちょっと姉御肌でこう、なんていうかな、人とかね、そのなんていうかな、姉さん的な人とか、ちょっとやんちゃくれなお姉さん、ちょっとあっちゃん年下のお姉さん、その人も楽しい人やってね、とかちょっと紳士的なおじさま、いろんな人と、あとちょっとね、車関係の人、バイク乗りの人、いろんな人と知り合ってね、 Facebook では励ましてもらってたのよ。で Facebook やってた頃は性同一性障害を明かした時にみんなが応援してくれた。でアンチ的な人は一切おらんかったのよ。ですごいいい空間でやってた。ただ Facebook は稼がれへんからね。で、まあ、いろんな人と出会ってけども、あっちゃんが YouTube しだしてからほんまに、その人たちとはね疎遠になってきてて、全然連絡も取ってなかったんやけどね、やっぱり Facebook でつながった人は見てくれててね、何度か Facebook 見てるよって言って会った人もいてたし、話したこと直接電話で話したしと思ったけど、今回ね送ってくれた人は結構辛い時に、メッセージでやり取りしとった人で、今回もメッセージでね送ってくれてね、ほんとこう辛い時にこうなんか光が差したなって。だからね、ほんまに人生辛い時、苦しい時もあるって、この人も辛いとこを乗り越えてきたから分かるって言ってくれた。ってことはこの人は今いい状態にあんのかな、光が見えてると思うよね。あっちゃんも今本当に辛いところ、一番そこなんよ。一番そこってことは這い上がるしかないね。あっちゃんのこれ一番好きな言葉でね、一番そこに落ちた時はあとは這い上がるしかないって、がむしゃらに上向いて這い上がれよって言葉が好きでね、あっちゃんその通りやなと思って、で、ね、今その言葉でね、ちょっといろいろあっちゃんもね、ふとこうなんていうのかな、思いね、いろんな何て言うかな、辛い時にググってたりした出てきた言葉が、お釈迦さんの言葉でね、すごいいい言葉があって、今この瞬間があるから一日があり、それが積み重なったものが自分自身の人生になる。大事なのは日々の足跡を確認して自信を持って生きることっていうのがね、お釈迦様の言葉やでね、いや、しみるなって。毎日足跡をつけていくこと、それが一歩の道も、千里の道も一歩からっていうのと一緒で、一歩ずつ自分の足跡が新たな人生を作っていくんやなっていう言葉がね出てきて、すごい今しみたんよ。だから本当に今日メッセージを送ってくれた人、お兄様ありがとうございました。で、ね、偶然ねインターネットでこう出てきたお釈迦さんの言葉がしみ渡ったなって思った今日でした。ということでね、本当に今辛い人いっぱいいてると思う。あっちゃんだけじゃない。どうしてもね、辛くて前が見えん人おると思うんだけどね、いくら苦しくてもね、何か光が見えてくると思うね。それを信じて、自分はできるって信じて生きていきましょう。あっちゃんも本当に気を抜くと涙が出てくるぐらい今辛い状態やねんけども、絶対に幸せになったるって決めて生きていきます。みんなもね、楽しく笑って生きていきましょう。あっちゃんは全力で YouTube で輝いていったろうと思ってるんで、 YouTube で輝いて、必ず YouTube で YouTuber といえばあっちゃんねるって言ってもらえるような配信者になろうと思うんでね、頑張っていきます。みんなも応援よろしくね。でまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのこの動画よかったよ、この動画で元気になれたよって思ってください。ぜひ高評価ポチって、でみんなもね、決意表明してください。であっちゃんに応援コメントよろしく。で、チャンネル登録ポチッとしてくれて、これから見てくれたら嬉しいです。やったね。バイバイ。頑張って。全力で楽しく生きよう。